こんにちは、団地です。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日はビジネスの話です。あなたも SNS に投稿とかしてると思うんですけども、何のために投稿してます？自分の情報とかね、出すとかいうことあると思いますけど、やっぱりこれビジネスにつなげるためにやってると思うんですけども、SNS からビジネスになってます？この投稿して、商品が売れたりとかね、施術にサロンに来てくださったりとか、まあまあ多少あると思うんですけども、すごい労力かかってる割にはなかなか利益につながっていないという人がほとんどかなと思うんですよ。で、それはその SNS の大体使い方が間違えてるって、 YouTube とか、Facebook とかインスタとか Twitter とかね、いろいろありますけど、その使い方が間違えてるかなと思うんです。で、基本的にまあこれ私の感覚ですけど、セラピストとか治療家っていうのはその治療院に来てもらうというのは SNS は活用できると思うんですけども、私みたいにこう先生業をやるような場合はこうあまりまあ効果がないのかなというふうには思うわけですね。ただ単に SNS 出したとしても、そうじゃなくてその SNS で投稿して、そこからこのメールアドレスをもらうんですよ。それをリストマーケティングっていうんですけど、私はそれを基本的にずっとやってるんですね。まあそれだけと言ってもいいと思います。この23年間、それだけをやってる。で、それだけでずっとうまくいって、今もうまくいってるんですね。で、このやり方っていうリストマーケティングのやり方は以前からあったんですけども、まあ知ってる人もいるけど、まあ知らない人も多いかなと。で、知ってるけどやってないという人が多いわけですよ。で、これとても重要なんですね。で、このリストマーケティングの始め方という教材を作ってます。またそういうのを勉強する勉強会もやっているんですけども、今回そのリストマーケティングってどんなことなのかっていうことをちょっと知っていただきたいなと思って、そのリストマーケティングの勉強会があるんですが、その一部をご覧いただきたいと思います。これは月1回集まって勉強してる。で、それにまた私がまあその前に教材を送ったりしてるんですけどね。そうやって勉強してもらって徐々に成果を出してくださっている方も出てきました、その一部をご覧いただきたいと、思います。ではそのリストマーケティングの勉強会の動画をどうぞ。はい、では始めます。皆さんこんばんは、谷口です。リストマーケティングです。で、まあ、リストマーケティングのやり方、基本的なことはもうお伝えしていますので、これからコピーライティングの方もお伝えしていきたいなと思っています。で、実際もリストマーケティングの方でもどんどん皆さん活動してもらっていまして、成果を出してくださっている方も出てきています。で、もう一つ並行して稼げるオンライン講座っていうのもやってますけど、もうすでに講座をね、開講してくださっている方も出てきていますし、まあ、うちで様々なインストラクター養成講座を受けながら、まあ、それをうまくまだ活用してもらってる方もね、出てきてもらってますので、まあいい感じかなと思ってます。で、まあ反対に、もうちょっとこれ以上無理ですっていう方もね、出てこられてます。まあそれはしょうがないかなとやっぱり思います。でも、まあせっかく頑張ったんだから、もうちょっとやられたらいいのになと思うけど、まあ私はそれは引き止めたりはもちろんしませんので、そのあたりは皆さん考えてやっていただいて、ただ覚えておいていただきたいことは、今勉強してくださってる方はもう数ヶ月、勉強してもらってると。全く何も知らない方よりも早く行ってるってことですよね。でもそれを止めてしまうと、やっぱり後から来た人、まあ、別にうちのとこで学んだ人だけじゃなくて、もう今、どんどんそういうこと、広がってるんですよね。オンライン講座は重要だっていうことも、たくさんの方がもう最近言い出してますよ。以前から私言ってましたけど、あと1年ぐらい経ったら、もうオンラインにどんどん移行していって、オンラインでビジネスを始める人が出てくると思います。まあ、ほとんどの人はまあ稼ぐことは難しいと思うんですよね。でもなんかこう、1000円とか2000円とか、まあ、そんな人がどん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 増えてくると思います。そうなってくると、やり方もどんどん広がってくるので、でその中には実力がある人がそのやり方を覚えてどんどん出てくると思いますから、やはり皆さん今、早くこういうことに手をつけたっていうことをですね、うまくやっぱり活かしてもらって、こう少しでも前に進むっていうことをやっていただきたいんですね。で、実際うちでも、こう皆さん勉強してもらって、いろいろこう情報、また結果報告してもらってますけど、まあ、それがいずれ必ず役に立つっていうことです。で、実践して、それをデータにして残していく。
そして皆さんもいずれオンライン講座のやり方とかリストマーケティングのやり方を指導できるようにね、していっていただきたいなと思います。で、そのためにもやっぱりちゃんと自分自身がこの成果を出すということもね、大事ですので、並行してやっていただいて、まあその中で難しいこととか、悩んだこととか、まあそれをクリアすることがまた自信を持って伝えるということができるわけですね。なので、どんどん挑戦してもらって、何かわからないこととか難しくなれば、どんどん聞いていただいたらと思います。今ちょっと、こっちで、動画を撮っていまして、また YouTube やってくれてよく声をいただいたりとか、骨盤ボールの紹介してもらったテレビで、やってくれた、そのテレビ局が、今、公式 YouTube を撮ってですね、そこにうちのやつをアップしてくれてますんで、もう皆さん見ていただいたかと思いますが、もうちょっと力入れてみようかなとは思っているところです。まあ私はYouTuber になろうとは別に思ってませんので、この情報を発信するツールの一つとして、また YouTube をね、やっていかなあかんなっていうところです。まあ皆さんも SNS やられてると思います。まあ SNS の考え方とか活用法とか、リストマーケティングの方法をお伝えしながら、またそのやり方もお伝えしてますけども、まあ、とにかく SNS をやっぱりこう出していくということと、そのいいねの数と、この売り上げは違うということですよね。まあ、何万も来てくれたら別ですよ。10万人ぐらい集まったら別やけど、それはちょっとなかなか難しいので、そういうことよりも、こう動画で自分の考え方を伝えていくという練習と同時に、それを見てくださった方に対して、リストを落としていただいて、リストマーケティングしていって、人間関係作っていって、商品サービスを売っていくっていうやり方ですね。そこを、に注力してほしいんです。そんなんもう無理ですから、皆さん100万人とかね。そんなん無理なんで、相当すごいことしないと無理ですから、それは別にして、情報発信のツール、そこからリストいただく、そして商品サービスを売るという考え方に徹していただきたいと、思います。で、今日はまた、それに向けてですね、ちょっとまとめたことがあります。それを、今からやりますので見てください。画面共有します。健康ビジネス研究会リストマーケティング基礎知識3ということです。成果を出し続ける仕組みを作るためにということを今からまたお話ししていきます。今回3回目ですね。まあこれがリストマーケティング基礎知識3で、これでまあ最後かなと思ってます。目次、今回4つあります。1、メールを配信する時間。2、クレームの対応。3、我慢と見直しと継続。4、件名です。まず1、メールを配信する時間ですね。やっぱメールっていうのはこう、開いていただかないと意味がないですよね。で、メールをどんどんと送って見ていただくことによって、そこでリスト取れるっていうことですから、やっぱメール見てもらわないといけないですよね。だからメールを配信するについて、様々なお話をしていきたいと思います。まあ、これは実際私が実践していること、また成果を出していることです。ここにも書いていますように、メールを開封してもらうためにです。そこで、一つ、注意していただきたいのは、メールを配信する時間ですね。ここにも書いてますように、ジャストタイムで出すと。いうことです。そのタイミングよくメールを出すということですね。そして開いていただけるということなんです。まず1、みんながスマホを見ている時間に配信する。じゃあその時間っていつかなってことですね。で、2、ツイッターにアップされた時に出すということです。で、最後は迷った時に出すということですね。まあ結構これいつも私も気にかけていることで、まあ、お役に立つ情報じゃないかなというふうに思っています。じゃあ、一つずついきます。はい。まず、みんながスマホを見る時間。皆さん、どうですか？スマホっていつ見ますかね？まあ、やっぱり、ホッとしてる時とか、仕事終わった時とか、合間時間に見ますよね。仕事バリバリ。どうでしたか？まあ、こんな感じで勉強会やってるんですけども、その何気にこう投稿してもあまり意味がないんですね。で、さっきも言ったように SNS に投稿して、
そしてそこで例えば、今度こんなこういうことをまとめたんでこのレポートどうぞとか、レポートを登録してもらって レポート渡すからその分登録してもらって、そしてメールアドレスをいただいてそこに対してアプローチしていくということです。でよくそのメールアドレスなんて使うんですかとかみんな言うんですよ。でも考えてほしいんですけど、例えばインスタに登録するときとか、ツイッター登録するときとか、やっぱりメールアドレスを入れるわけですね。メールアドレスとでパスワードとか入れてやるわけですよ。であなたが何かアマゾンで買うときとかでもやっぱりメールアドレス必要じゃないですか。メールアドレスは大体みんな持ってるんですよね。それがないとこうインターネットは使えないってことです。でご存知のようにインターネットっていうのはこう後戻りするわけがないですよね。これがどんどん広がってくるわけですから、その時にリストを見る、その時にメールアドレスが必ず必要 でそれは今もまだ使ってる。いつかまあ何か違うことが出てくるかもしれませんが、今のところそうですよね。で SNS っていうのをこう待ってないといけないわけですよ。誰かが見てくださるのを待つ。でもメールアドレスをいただくことができればこっちからこうメールをお送りすることができるわけですよね。なのでやはり私は今もこれからもメールアドレス、このリストマーケティングは重要かなと思っています。今回このリストマーケティングを学んでいただく教材を特別価格でご紹介しようと思っています。不定期でご紹介しているものなんですけども、ご興味のある方はね、概要欄見ていただいて、そこから興味あったらご購入ください。でこれは完全保証制度がついているので、パッと見ていやこれは意味ないなと思われたら返金希望ということで言ってくださったら、あなたの名前と指定の口座をね言っていただいたらお返ししますので、リスクはないと思います。こういう SNS で投稿しててもなかなかうまくいかないなと、ビジネスに結びつかないと、売上に結びつかないという方はこのリストマーケティングをちょっと勉強していただいたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ興味のある方は概要欄をご覧になってください。今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。